こんにちは。10月20日です。まあ年にして令和3年ですね。だいぶ寒くなってきました。今日この動画はですね、パパ活の一環でですね、非常にちょっと嬉しいながらも寂しい時間になると思います。それがですね、まあ、衣替えなんですよ。まあお子さんをお育てになったお母さん方、お父さん方でしたら分かってくださると思うんですけども、衣替えの時期って、この1歳とかね、2歳の子供って、次の翌年に持ち越せる服っていうのが実はあんまりないんですよね。子供の成長は早いもので、3ヶ月、4ヶ月経つと、靴のサイズももう合わなくなってくるんですよ。で、服もね、ちょっと大きめを買うんですけども、今大きめを買ったサイズ90っていうのがもういっぱいいっぱいなんですよ。ですんで、これからサイズ100とかね、110を大和くんのために買うことになるんです。その反動として衣替えをするときに、今まで毎日のように洗濯しちゃ着せて、着せちゃ洗濯した、その思い出の服がもう着れなくなるんですよね。で、今回衣替えを機会にだいぶ夏服が廃棄になります。多分動画をご覧の皆様も思い出のあるものがあるんじゃないかなと思いますんで、一つ一つね、ちょっと長い動画になるかもしれませんけども、お付き合いいただければ幸いです。まずはね、何回も何回も朝のトレーニングに行ったこのカープのパジャマですね。これパジャマでありながら外着にも使ってることがあってですね、まあだいたい大和くん朝起きるとこのおしめがパンパンでね、でお風呂にすぐ入れたりとか、まだ大丈夫かなと思ったら1時間ほど外を、暑い中日陰を歩いて一汗、湿るほどに書いたら帰ってきて、これを洗濯に入れて、まあ、お風呂一緒に入るかなってところなんですよね。このカープの服もうお払い箱なんですよ。この服を着ていろんなところに行って写真を撮りましたけども、もうそんなこともできなくなります。ありがとう。次、大和くんがパジャマとして夏に着ていた代表格がこれなんですよね。このね、フォルクスワーゲンのバスのイメージがついているパジャマです。大和くんはこれを着るときにバス、バスと言ったり、ブーブー、ブーブーと言って、まあ言葉をね、まあ、初めて使ったんですよ、これを見て。でこうパジャマとか服に車の絵が描いてあったりね、動物の絵が描いてあったりすると、それだけで子供は、あ、自分の見覚えのある柄だと思って言葉を喋るんですよね。そうやっていろんなものを覚えていくのかなと。そして意味ある言葉や単語を発するたんびに、本当に取るに足りないことなんですけども、まあパパとしてはね、あ、なんか一つ成長したなと思って喜んだものです。ちょっとママ来てよって、大和がね、バスって言ったんだよって言ってね、で、わあすごいねーって感じでね、感動したもんです。まあ子育ての喜びっていうのはこういうところにあって、で、大変なこともありますけどもね、全てが癒される瞬間です。まあそういった思い出のあるパジャマも取っといてもね、しょうがないっていうのが現状なんですよ。ちなみにこれメルカリで買ったものなんですよ。ですから前の、まあお父さんお母さんもきっと思い出がね、忍びないというか、捨てるの忍びなくて誰かに使っていただいたらということだったんですけども、少なくとも2人分のお子さんのね、子供のね、思い出が詰まってるかなと思います。これも廃棄になります。はい、次ですけども、私が気に入ってメルカリで買ったこのひよこのパーカーですね。これもパカッとね、頭をかぶせるとひよこの柄が出てくるんですけども、これも大和くんがね、春先に重ね着で使ってたんですよ。でももう春に着れた服ももう今は着れなくなってきました。しかもシーズン変わっちゃいますんで、これね、お払い箱ですね。ありがとう。はい、半ズボンです。サイズが80、まだ綺麗なんですけども、もう来年には使えません。もう腰のね、ゴムがね、硬くなっちゃってね、もう今大和くんも身長1メートル100センチぐらいになっちゃいますんで、80はとても入んないですね。はい、ありがとう。これはね、
ウィッシュっていうアプリで買ったものなんですけども、夏服なんですよ。同じくこれも来年まで持ち越せないかなと。まあなかなか使用頻度が低かった服なんですけども、でもそれなりに思い出があるんですよね。これを着てなんかちょっとね、大人になったような気がしますね。黒い服っていうのはちょっと大人びて見せますからね。次、パジャマです。夏服のパジャマ、薄手です。ズボンが半ズボンでペラペラですね。そして同じ柄の上、こうやってね、白熊さんが寝てるところがイメージです。これもメルカリで中古で買ったんですけども、前の持ち主さん、お子さんとパパママがね、思いを込めて私に送ってくださったと思いますけども、私のところで廃棄になります。まあ綺麗なものばかりなんで、まとめてどなたかにまた再販売してもいいんですけどね。はあ、はい。じゃあこれはね、海パンですね。今年は着る機会がありませんでしたけども、そうこうしてるうちにもう着れなくなっちゃいました。一緒にまたね、庭でプール遊びなどできればいいかなと思ってますけどもね。今年はね、お風呂をたくさん使ったんで、庭にプールを展開する、そういったことはなかったんですよね。まあでも海パンは無情にも時間が過ぎれば使えなくなるということでございます。まだまだありますよ。はい、これ大和くんがすごく気に入ってたズボンです。これね、折り返しがねあるんですけどもね、こういう風に折り返すとまた車が見えるでしょ。で、履くたんびにここにブーブーって言ったりね、バスって言ったりね、後ろにもこういったコンクリートミキサー車とかはしご車があるんですけども、これを持ってね、大和くんもこれすごく車だ車だって気に入ってね、履いてました。なんか辛いですね。あの頃まだちっちゃくて言葉がね、喋れるか喋れないかってとこだったんですけども、今はいろいろ喋るようになってきて、多分これから2歳になり3歳になるともう英語もペラペラ喋るようになるんでしょうね。なんかこうだんだんパパの手を借りなくてもいろいろ考えたり自分でやるようになって、頼もしいようなね、寂しいような気持ちがします。はい、同じようにちっちゃいサイズのズボンです。ジーンズみたいな柄なんですけども、こうニットでできてるんですよね。これはね、おばあちゃんが買ってくれたんじゃないかな、私の母ですけどね。買うときは気に入ってくれるかな、似合うかなって感じで、あれこれあれこれ選んでね、でレジに持ってって初めて履かした時の感動とかあったんですけども、まあけど大和くんはこれから小学生になり中学生になり、とてもじゃないけどもう着れないですよね。取っといてもしょうがない、しょうがないんですけどもね、なんか捨てにくいですよね。捨てにくい、すごく。はい、じゃあ大和くんがね、この上下のつなぎです。これもね、使用頻度の高かった服なんですよ。これパスッと着ると外にも出かけれるし、パジャマにもなったんですよ。すごくね、この色とかクマの柄も気に入ってて、ちょっと言葉が出ないですね。まあいろんな思い出がありました。ありがとう大和くん。まだ1歳なんですけどね、なんかこういろいろ思い出ありますね。